はい、前川です。今日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日もですね、治療院経営をうまくいくための考え方をですね、ちょっとお伝えしていきたいなと思います。今日はですね、ネット集客はファンを作るために必須だよっていう話をあなたにお伝えしたいと思います。よくですね、まあ、SNS を見てても、たくさんの情報が溢れているじゃないですか。じゃあなぜあれがあんなに溢れてるのかっていう部分を今日はお伝えしていきたいと思います。それはネット集客必須だよってことにつながってくるんですけども、ファン化させるためにネット集客っていうのは必要です。この集客っていう部分にみんな困るわけですよ。この集客っていう部分をネットは全てクリアにしてくれます。しかもものすごいスピードで、ものすごい速さでネットっていうのは集客をしてくれます。そしてじゃあここだけで全て完結するのかって、そうじゃないんですよね。集客した人に対して販売っていうのをしていかないといけないんですよ。じゃあどうしたら販売できるのかっていうと、販売はやっぱりリアルなんですね。リアル、実際会って販売をしていくわけですよ。でないと人は物を買わない、まあ買いづらいんですね。なのでファン作りのためにこのネット集客っていうのは絶対に必要なんですよっていうのをまず覚えてください。はい。で、販売の時にじゃあどういったことをしていったら販売につながるのかっていう部分もお伝えしていきたいんですけども、それはですね、なぜ私でないといけないのかです。なぜ先生でないといけないのか、その部分を明確に患者さんに伝えていくことが必要になります。じゃあそれは何を見せていきたいのか。未来を見せることです。未来を見せること、先生と出会うことによって未来がどうなっていくのか、未来がどう変わるのかっていうのをしっかり見せていくことっていうのが、とても重要になっていきます。なのでネットだけでも解決しないし、リアルだけでも解決していけないです、いかないです。この集客と販売をうまく掛け合わせることができた人がこれからですね、生き残っていきますし、どん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 成長していくと思います。ではですね、次回の動画も楽しみにしててください。またね。